ジョランダ・バルシーナ・アングーロは、スペイン・ブルゴス県ブルゴス出身の大学教員、政治家。1999年から2011年まで、パンプローナ市長を務めた。2009年から2015年までナバーラ、住民連合党首を務め、2011年から2015年まで、ナバーラ州首相を務めた。母親は、ビスカヤ県出身の教師であるマリア・ドローレス・アングーロ、父親は、 ブルゴス県ブルゴス出身の農業、実業家のホセ・バルシーナであり、1960年にジョランダ・マルシーナはブルゴスに生まれた。幼少時に一家でビスカヤ県ポルトゥガレテに移り、その後17歳の時にナバーラ県パンプローナに引っ越した。バルシーナはナバーラ大学で薬学を学び、1984年には執筆した論文が優秀な評価を得、 博士号を取得している。1988年バルセロナ自治大学の教員職を得た。1990年にはバスク大学へ移り、そこで薬学部副学部長を務めた。1991年ナバーラ州立大学食品工学科に移り、1993年同大学の栄養学、栄養科学の正教授職となり、 1995年から1996年の間学術事務手続き担当副学長を務め、現在同大学の社会評議会に参加している。1996年には、ナバーラ州政府のミゲルサンス内閣で、住宅、都市計画、環境大臣に就任。バルシーナは、ナバーラ州政府初の女性閣僚となった。1999年には、 パンプローナ市長に当選し、やはり女性として初めて同職に就くと2003年、2007年に再選されて2011年まで務めた。2003年にはナバーラ住民連合の副党首に就任し、2009年にはサンスの後を継いで党首となった。2011年のナバーラ州議会選挙の結果により、ナバーラ州首相に就任。女性がナバーラ州首相となるのは、 ナバーラ州創設5発のことだった。2012年にはナバーラ銀行から高額な金銭を得ていたとするスキャンダルに巻き込まれた。2011年に16回開催された常設委員会に出席し、1回2時間の常設委員会に出席することで計4577ユーロを得ていたというものである。このスキャンダルが明るみに出た後、バルシーナはナバーラ州民に謝罪し、 常設委員会の報酬を返金する意思を示した。なお、高額な報酬を得ていたバルシーナの行為について、スペイン最高裁判所は、法的には無罪であるとしている。2015年5月に行われた、ナバーラ衆議会議員選挙では、ナバーラ住民連合が50議席中15議席を獲得して第一党となったものの、自治州首相指名投票では、第2党のゲロアバイ、 第3党のエウスカルエリアビルドゥ、第4党のポデーモスなどが協力して、過半数の26票を確保し、ウシュエ・バルコスを指名。17票に止まったバルシーナは、自治州首相の座を退任した。ナバーラ住民連合党首の任期を2017年まで残していたが、バルシーナは2015年8月27日に辞任を表明し、ナバーラ州立大学の教員に復職した。 9月27日には、ハビエル・エスパルサが、公認の党首に就任している。バルシーナは、バスク民族主義政党に対して妥協せず、また、環境問題では厳格な立場を取っている。イトイス貯水池、高速鉄道、ピレネー山脈横断道路の建設のように、論争を呼ぶ土木計画を好む。これらの理由で、トゥールーズで行われた会議で顔にパイを投げつけられた、ことがある。 2001年にはサンフェルミン祭のエンシエロについて動物愛護の点から開催反対の立場に立つ女優のペネロペクルスとディベートを行った。ありがとうございます。